動物の友達と VTuber トラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日で油壺水族館が最後ということで、今収録が18時40分なので、もうなくなってしまいましたね。一つの水族館だったりそういう施設がその町からなくなる、しかも、53年長いことありましたよ。53年の歴史があるそういう水族館がなくなってしまうっていうことで、僕は地元ではないですけども、地元の人たちがどういう目で見てるんだろうなっていうのは非常に関心がありますね。フリーからなくなっても仕方がねえなって思うのか、それとももっと行ってあげればよかったなって思うのか、なんかそういうところがちょっと気になりますね。っていうのも、もうなくなるからなくなるんだったらもっと行っときゃよかったっていう人はあんまり僕は好きじゃないので、なんでかなって、もうちょっとなんかそういう施設がなくなるっていうことを、その前になんかね、水族館だったりその運営会社である京急が発信できなかったのかなっていうところもちょっと思いながら、水族館に行ってたわけですよ。僕もこの間行きましたけどもね。そういうところで、神奈川、っていうのは非常にいろいろな動物園だったり水族館っていうのがありますけども、中でもねこの油壺、京急油壺水マリンパークっていうのは特別な場所だったんじゃないかなというふうに僕は見てて思いました。ということでございまして、今日のニュースは油壺のニュース読んでいきたいと思いますけども、これは神奈川新聞が、書いてる記事で5個ぐらい今出てるのかな、その中の一番最初のやつだけ読んでいこうかと思います。さよならマリンパーク、念願のサーカス水族館誕生。国内でも先駆的な水族館として多くの人に愛されてきた京急油壺マリンパークが今月30日閉館する。ゆかりの深い人たちの証言を交えながら53年間の歴史を振り返る。色を識別できる能力を応用し、横断歩道を渡っているように見せる魚のパフォーマンスは今も続いている。サーカス水族館という一冊の本がある。1956年に発行され、著者は、末広康夫さん。これが、油壺水族館の初代館長ですね。東京大学の教授でございまして、作曲家としても有名な方でございます。従来の水族館のように珍魚、珍しい魚の収集するだけに終始することなく、魚の習性を生かした小王子立ての展示や魚本来の動きを見せて不思議な生態を紹介する水族館の建設を提唱する科学小説だった。その内容に、京浜急行電鉄の石井一明専務、当時ですね、感銘を受けた。三浦半島の開発を託されていた石井専務は以前から三浦市油壺にユニークな水族館を建てて沿線開発にもつなげたいと考えていた。当時は高度経済成長の真っ只中、国民の生活水準が向上し、余暇の過ごし方も多様化しつつあった。社としても成長性の高いレジャー事業に進出することで事業の多角化を進めようという思惑があった。県から旧県立三崎水産高校跡地約4万平方メートルの払い下げを受け、66年に起工式が行われた。66年ってかなり昔、53年ってすごいなって思いますけどね。魚の習性を応用。67年に入社し、95年から24年間にわたり館長を務めてきた、樺沢博さん80歳は面接の試験で、末広さんに言われたことを今でも鮮明に覚えている。お客さんが素朴に思うような魚の姿、形、仕草の裏に隠れた仕組みや仕掛けを優しく楽しく見せる努力をしてほしい。相手は魚類の権威、緊張して向き合ったが難しい話は一切しなかった。当時東洋一と言われた大回遊水槽を備えた水族館魚の国は68年3月に完成、同年4月の27日に念願の京急油壺マリンパークが誕生したということです。紫外線を見分けられる特性を応用して算数の問題をカワハギが答える。魚の算数、音を区別できる石台による魚の音楽教室、
樺沢さんたちが知恵を絞って考え出した実演水槽の展示内容はまさに末広館長の目指したサーカス水族館だったということでございまして、この展示見ましたね。魚が算数やるっていう、そういう展示なんですけども、まあネタバレするんですけどね、別に魚が計算してるわけじゃないですよって、そういうネタバレはするんですけども、まあなんだろう、こう家族で全員で同じ方向を向いて、いるっていう景色が思い浮かぶようなね、そういう展示だったんですね。っていうのも、まあ油壺水族館老朽化の影響って言ってましたけども、実際やっぱ古いです。古いし、奥の方に行けば行くほどどん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 暗くなっていくんだよね。まあでもそんな暗い中でああやってなんか展示の中で魚たちが映えてるっていうところは、もう今の新しいなんかチャラチャラした水族館とは一線を画した本当に貴重な水族館だったと思いますから、まあですからね、ああいう水族館を大事にするっていうのも日本の中の一つの文化としてちゃんと認めてくれてほしかったなっていうところもありますから、まあかといって終わってしまうことは終わってしまいますのでですね、それを受け入れて、どう前に進んでいくのか、っていうところも、我々は、考えておかないといけないところなんじゃないかなと思います。まあ、しかし非常に、歴史あるいい水族館だったなっていうのを最後に最後に僕は行くことができて非常に良かったし、嬉しく思います。はい、ということでございまして、まあ、皆様の中でもそういう、油壺水族館近くの方は思い出あるんじゃないかなと思いますし、まあ、その他の地域でもね、皆様の思い出の中の水族館だったり動物園っていうのがあると思いますので、そういう場所をしっかりと大事にしていただきたいなと思います。ということでございまして、今日のニュースはさよならマリンパークということでございました。